死別軌道、死別軌道株式会社、死別軌道は、北海道死別市に本社を置き、バス事業を行う企業である。かつては、軌道、軽便鉄道事業や貨物運送事業も行っていたが、軌道事業は1959年、昭和34年に、貨物運送事業は1988年、昭和63年にそれぞれ廃止されている。1917年、 大正6年7月、手塩機動株式会社創立発起人の大久保、トラキチラにより、私別上私別の馬車機動付設が出願される。同社はもともと国有林資源の、主に富士製紙、合併後は王子製紙向け林材輸送のために設立され、当初は私別栄林所所葛、後に朝日栄林所所葛となった私別森林鉄道。 奥市別手塩岳五両地内間 30.5km、変形線 10.2km、二階線 7.0km、先止め線 3.7km などと奥市別で接続して、その木材を市別駅ドバへ運搬するという、いわゆる連帯輸送業務を行っていた。奥市別には、皇室の御両輪があり、1939年、昭和14年に、 当時の区内省提出林野局が、木材の円滑な搬出、運送を目的として、同社の株を取得し、公室財産に編入された。戦後、公室財産は国庫に編入されることとなったため、同社の株式は1949年、昭和24年に、農林省林野庁の下で、国有林野事業特別会計に引き継がれ、 長らく発行済み株式の約95%を国が保有していた。そのため地方のローカルバス会社にもかかわらず、会計検査員法が定める国が資本金の2分の1以上を出資している法人に該当し、政府関係機関として会計検査院の検査対象となっていた。しかし、その後林業をめぐる情勢の変化により、1988年、 昭和63年頃にはほとんど運材料がなくなり、トラックによる運材部門が廃止となり、国が株を保有している必要がなくなった。そのため地元の種別市及び朝日町に大使株式の買い取りを求めたが、買い取り価格が折り合わず難航した。その後2001年、平成13年9月26日に国が保有する株式の一部を売却したため、 同年度を最後に会計検査の対象から外れることとなった。停出林野局札幌市局市別出張所、後に旭川永林局旭永林所管轄の市別森林鉄道との連帯輸送、通車運転による森林資源の市別駅土媒の運輸が主目的で運行された軽便鉄道。 軌道の名の通り762ミリのナローゲージによる運行で、旅客運行では、来年動車を導入したことはなく、機関車牽引による客車運行だった。青木栄一が1954年、昭和29年に訪問した際、時刻表にバス併用と中期されている通りほとんど客車運行はなく、会社から乗客は事実上扱っていないと言われている。1955年。 昭和30年度をもって完全にバスへ移行された。市別森林鉄道が廃止となったことで貨物を失い、営業継続が困難になったことから、1959年、昭和34年10月1日付で廃止となった。1940年当時、市別駅平村駅99駅中市別駅、マイナス学前駅。 奥の駅鳴門駅常識別駅2 2二0駅2 7 0 0駅奥標別駅1958年昭和33年当時3代観光貸し切りや旧朝日町より福祉バスの運行受託を行う2005年平成17年度の路線バス輸送人員は1日平均740人1930年 昭和五年五月に市別と温魂別の間で路線バスを運行開始。1932年昭和七年四月には奥市別との間でも運行開始し、軌道の旅客輸送はバスに移行した。1942年昭和十七年に制定された北海道における旅客自動車運輸事業統合要項、いわゆる戦時統合では、道北乗り合い自動車、現在の道北バスが、 統合先であったが、私別軌道では、同年4月に燃料事情の悪化からバス事業を休止しており、休止事業者は車両のみ、統合対象とされたため、1944年、昭和19年11月に3台を、東北のり合い自動車へ譲渡した。戦後、1948年、昭和23年9月に再開されている。2016年9月27日より、 ヤマト運輸とタバス会社と共に、朝日線において、バスで宅急便を輸送する、客下混載を開始した。かつては、名寄市、幌加内町、県淵町、愛別町へも乗り入れていたが、現在は、市別市と名寄市急風連町域の運行となる。車両は2017年、平成29年3月31日現在で16台、保有する。 160円均一運賃で、地方路線では珍しい前乗り前払い、中振りとなる。整理券方式の後払いで、中扉車も前乗り、全振りで運用される。登校日の私別業始発便は、小運高校を経由する。予約による、デマンドバスとして運行する路線。既存路線と合わせた、私別発着系統も存在した。1965年。 昭和40年度1970年、昭和45年度の間に発止された、路線1971年、昭和46年度1975年、昭和50年度の間に発止された、路線1976年、昭和51年度1980年、昭和55年度の間に発止された路線。2004年、平成16年4月1日に発止された路線。 貸切バス事業は通常は、離島を除く旭川運輸支局管内、期間限定で札幌市と千歳市での発着が認められているが、貸切バス事業者安全性評価認定制度による有料事業者に限定した営業区域の弾力的運用により、北海道全域となっている。車両は11台保有する。路線バスには主に、日野自動車製。 貸し切りバスは三菱不創製を使用する。北海道内のバス事業者で唯一モノコックボディの大型車両が現存するほか、2010年平成22年3月30日よりハイブリッドンステップバスが試乗会を経て運用開始しており、新旧入り混じった車両構成となっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。